平野紫耀の再デビュー曲が爆発的ヒット ?K-POP 路線で狙うはジャニーズ潰し。こんにちは、音楽ファンの皆さん。今回は、音楽業界における大きな波乱を巻き起こしている話題についてお伝えします。ジャニーズ事務所から新たなエンターテイメントプロジェクトが登場し、その機種として注目を浴びているのが、平野紫耀さんです。 まず、トべ、ザ・ザザー・ボイズ・エンターテインマントの新メンバーとして、平野志陽さんが加入したことが発表されました。このニュースは音楽業界における大きな話題となり、多くのファンや専門家から注目を浴びています。平野志陽さんの介入は、もともとジャニーズ事務所から脱退した大統率受産の加入と合わせて発表されました。 大東さんはジャニーズ JR として活動していましたが、今回のトベへの加入によって、新たなエンターテイメントの舞台に挑戦することになりました。滝沢秀明氏が設立したトベは、これまでにも元々ジャニーズグループで活動していたメンバーを続々と迎え入れており、その勢いはとどまることを知りません。 とべは、元 V6 の三宅健さん、神宮寺祐太さんなども介入し、新たなグループ、イムップを結成しました。イムップへの7人は、ジャニーズ時代に CD デビューすることが叶わなかったメンバーであり、その夢をついに叶えた瞬間となりました。さらに注目すべきは、イムップのデビューシングル、クルージン、クルージンの制作人です。 この楽曲は K-POP 界で有名なクリエイターたちによって制作され、そのクオリティは非常に高いと言われています。なぜ平野市洋んやイムプエのメンバーが K-POP 路線を選んだのか、その背後には興味深い事情があります。ジャニーズ事務所から独立し、戸部を立ち上げた滝沢秀明氏は、これまでのジャニーズグループとは一線を画す新たなエンターテイメントを追求しています。 その一環として、K-POP 路線を選んだことは注目に値します。従来のジャニーズの楽曲の路線では競争が激化しており、新たな道を模索する必要があったのかもしれません。そして、戸部がこの新たな挑戦を支えるのは、ファンクラブ会費から得た莫大な資金力です。三宅健さん、平野志耀さん、神宮寺祐太さん、 イムップのファンクラブ FC の会費はそれぞれ入会時に6200円という高額ですが会員数は計30万人を突破しており計算によれば18億円以上の資金がトベに投資されていますこの資金力を活かしてトベは高品質な楽曲やエンターテイメントを提供し続けることが期待されています平野志洋さんの再デビューが待望される中 トベはますます勢いを増しています。彼らの快進撃は音楽業界に新たな風を吹き込み、ジャニーズ事務所をはじめとする他のエンターテインメントプロジェクトと競り合うことでしょう。これからもトベの活動に注目し、平野志耀さんの新たな音楽に期待を寄せましょう。音楽ファンにとって、これからの展開が非常に楽しみな一大ムーブメントになることは間違いありません。結論。 トベの快進撃は音楽業界に新たな風を吹き込み、ジャニーズ事務所をはじめとする他のエンターテインメントプロジェクトと競り合うものと期待されています。平野耀さんや m ムプエのメンバーが K-POP 路線を選んだ背後には、滝沢秀明氏の新たなエンターテインメントの方針と、ファンから得た莫大な資金力が影響しています。 これからのトベの活動に注目し、音楽ファンとして新たな展開を楽しみにしましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。音楽業界における新たな動きやプロジェクトには常に注目が集まっています。今後のトベと平野紫耀さん、イムップの活動に期待し、音楽の素晴らしさを一緒に楽しんでいきましょう。